はいどうも、キャッチミーの高幸です。今日もフットボールマネージャー2020キングカズの挑戦ということでやっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日は移籍期間が終了したということで、まあ夏の移籍期間どんな感じで動いたのかなっていうのを J1 リーグ見ていきたいと思っているのと、ここのリーグカップ準々決勝の2試合、横浜 F マリノス戦をやっていきたいなと思います。まあ横浜ダービーということで、ここはね、言うたらカップ戦なんですけれども、決勝トーナメントゼガヒでも勝っていきたい試合となっております。まあこういうね、ダービーマッチが決勝トーナメントで行われるっていうのはね、なかなかないことやと思うし、まあサポーターからしてもね、熱い展開が見れたら面白いんじゃないかなと思うんでね、結構注目してやっていきたいなと思っております。もしかしたらね、話すことが長いと思うんで、もう移籍期間終了してるんで見ていきたいと思います。はい、まあ夏の移籍日付順でちょっとやっていってるんですけれども、こんな感じとなっております。まあここ8月24日が最終日やったんですけれども、結構動いてるんですよね。例えばこの小池龍太がロケ連からガンバ大阪にっていうことで日本に帰ってきてたり、初瀬がヴィッセル神戸からアルベリックス新潟に行ってたり、まああと結構気になる移籍っていうのはあるんですけれども、まあ瀬川が柏レイソルからヴィッセル神戸行ってたり、まあここはお伝えした通りなんですけれども、鹿島アントラーズの小泉を横浜 FC が獲得してたりで、多分ね、一番大きい移籍になったであろう移籍がこの横浜 F マリノスからレバークーゼンに移籍した遠藤啓太の移籍が日本では一番大きい移籍やったんじゃないかなと思いますね。あとは地味にミサオがヴィッセル神戸に行ってたり、セルジサンペールがスペインのアルメリアなので欧州に帰ったりっていうのが結構大きい移籍やったかな。あとはまあ海外に行ったって言ったら、田中純也がポルトガルの2部リーグに移籍したり、4月の移籍なんですけれども、川崎フロンターレの三好がアントワープに完全移籍って言ったらいいんかな、完全移籍をしてったっていう感じなんですかね。でまあこれ以降はね、ちょっとシーズン開幕とかシーズン開幕前に自由契約の日本人選手とか、まあブラジル人選手を取ってきてたっていう感じの移籍なんで、そこまで触れることはないかなと思います。なのでまあ夏の移籍こんな感じでしたね。本当にそこまでめっちゃ大きい動きはなかったんじゃないかな。まあ夏なんでね、補強ポイントっていうか、ちょっと不安なポイントをピンポイントで獲得してくるみたいな感じやと思うんで、そんなもんよねっていう感じの移籍が多かったですね。まあヴィッセル神戸がね、ちょっと活動的やったかなっていうのはあるんですけれども、まあセルジサンペール出してたりしたんでね、あ、瀬川とかミサオとかこの辺は取っててもおかしくないかなという感じですよね。横浜 FC も言うて2選手取ったんでね、そう考えたらまあ妥当な移籍やったんじゃないかなと思います。じゃあちょっと横浜 F マリノス戦の直前まで行きたいと思います。はい、というわけで横浜 F マリノス戦の直前までやってきたんですけれども、まあ斉藤光輝がね、また日本代表に招集中ということで、このカップ戦の決勝トーナメント出られないんですけれども、まあ向こうはね、ティーラトンがタイ代表に招集中ということで出られない、そして大木原とチアゴマルティンスも出場ができそうにないということなんで、まあまあこっちはね、ちょっとキープレイヤーいなくなっちゃってるっていうのはあるんですけれども、まあ最近ね、カズさんがゴール決めてくれたっていうのもあるんで、フォワード陣横浜 F マリノスに対してゴールを奪っていってほしいなと思います。最初アウェーなんでね、ここ勝ってアウェーゴール、まあ引き分けやったとしても2対2とか3対3とかでゴールを奪って勝ちたい、もしくは引き分けたいっていう感じですね。負けだけはね、あんまりしたくないね。じゃあ横浜 F マリノス戦第1試合見ていってほしいなと思います。どうぞ。ルヴァンカップ準々決勝第1試合、横浜 FC 対横浜 F マリノスのハイライトです。まずはホーム横浜 F マリノスのスターティングラインナップ、フォーメーション 4-4-2、 ゴールキーパーパクイルギュ、ディフェンス右から松原、スピラノビッチ、畑中、和田、ミドフィルダーセンター2人、木田とジェディナク、サイドハーフ右が中川、左エジカルジュニオ、フォワード2トップ、ルイスヘンリケとマルコスジュニオル。なんとカップ戦の準々決勝で横浜ダービーが勃発。ホームアンダーウェイで行われる第1試合は横浜 F マリノスのホーム、ゼガヒでも勝利が欲しいところどうでしょうか。対するアウェイ横浜 FC のスターティングラインナップ、こちらもフォーメーション 4-4-2、 ゴールキーパー6ターン、ディフェンス右からマギーニョ、小林、4はピンシチ、ミドフィルダーセンター2人、コーアと中村、
サイドハーフ、右が中山、左松井、フォワード2トップ、一味と三浦和義。日本代表に招集されている斉藤光輝の代わりにトップに入ってきたのは一味。2トップになり、レギュラー争いが熾烈となっている横浜 FC で結果を残せるでしょうか。前半2分、キーパーからのロングフィード、これを前線の一味がトラップで収めて前走った数へパス。そしてシュート、ここはキーパーブロック。前半11分、横浜 FC 自陣でのスローインをカットされ木田が奪ってすぐにシュート、ここは6ターンセーブ。前半13分、横浜 FC は相手のディフェンスライン前の中央で細かくパスを回していきます。コーアのスルーパスに一味のシュート、決まった。細かいパス回しから一瞬の隙をついたスルーパス、これに見事なダイレクトシュートを決めた一味がマリノス相手に先制点を奪います。前半32分、マリノスは中央の和田から左サイドのエジカルジュニオへ展開、ドリブルで仕掛けてクロスに中川のボレー、ここは6ターンキャッチ。前半46分、マリノスまたも中央から今度は右サイドへ展開、マルコスジュニオール受けてクロスにエジカルジュニオ、しかしここも6ターンセーブ。後半16分、横浜 FC はディフェンスからのフィード、これをカズが収めて一味へパス、ゆっくりとエリア内入ったところでシュート、しかし枠を捉えられず。後半24分、サイドでボールを受けた一味から中山、中盤の佐藤に預けて前線へのフィード、これに反応していたのは一味、エリア内からシュート、ここはキーパーセーブ。後半37分、マリノスは中盤で人数をかけてパスを回していきチャンスを探ります。和田が軽く持ち上がってミドルシュート、ここは惜しくも枠を超えます。後半46分、マリノス今度は中盤経由して逆サイドへ展開、水沼がなんとか追いついたところでニアへのクロス、最後はマルコスジュニオール、決まった。なんとなんと、後半のロスタイムにホームの横浜 F マリノスが値千金のゴール、マルコスジュニオールがサイドネットを揺らし同点に追いつきます。後半48分、同点に追いつかれた横浜 FC は左サイドと中央からボールを回していきます。草野がドリブルで運んでいきスルーパス、これを一味がシュート、しかしポスト。そして試合終了、なんと後半ロスタイムに追いついた横浜 F マリノスがなんとかドローに持ち込み1対1。横浜 FC は最後チャンスを作ったものの悔しいドローという結果に終わっています。はい、というわけでルヴァンカップの決勝トーナメント準々決勝第1試合、横浜 F マリノス対横浜 FC の試合、1対1の引き分けということで、いやー、前半ね、開始早々から横浜 FC が攻めてて、早い段階で一味が1対1の局面を決めてくれて先制したんですけれども、その後ね、パクイルギがめちゃくちゃ1対1止めたよね。もう一味はね、本当にね、ポストプレイして自ら裏へ抜け出すみたいな、めっちゃいい動きを見せて、何回もね、決定的なチャンスを作ってくれてたんですけれども、最後の最後、追加点を決めることができずに、92分、マルコスジュニオールがニアサイドからほとんど角度のない位置からのシュートを決めて引き分けということで、まあ結構攻められてたっちゃ攻められてたんやね。27本シュート打たれてんもんね。で、枠内15本、そう考えると6ターンもだいぶ止めてくれてたと思うんで、ちょっとね、追加点を取れなかった攻撃陣が悔やまれるかなっていう感じでしたね。じゃあちょっと他会場の試合結果だけ見ていきたいと思います。はい、他会場の試合結果、鹿島アントラーズ対ベガルタ仙台1対1の引き分け、そして清水エスパルス対ヴィッセル神戸2対1で清水エスパルスということで、まあもう1試合はね、どこでやるんやろう、もうやってんのかな、あ、もうやってるみたいやね。 FC 東京対湘南ベルマーレが昨日行われてて、1対1の引き分けということで、まあ1対1のチームが結構多かったっていう感じなんで、第2戦で決着がつくかなと思います。じゃあまあ3日後の日曜日にまた横浜 F マリノスとの試合があるんで、横浜 F マリノス戦頑張っていきたいと思います。まあもうね、チーム情報はね、さっき見せた感じでほぼほぼ変わらないと思うんで、このまま試合に進みたいと思います。じゃあ横浜 F マリノス戦の第2試合をどうぞ。ルヴァンカップ準々決勝第2試合、横浜 FC 対横浜 F マリノスのハイライトです。まずはホーム横浜 FC のスターティングラインナップ、フォーメーション 4-4-2、 ゴールキーパー6ターン、ディフェンス右から小泉、小林、田代、武田、ミドフィルターセンター2人、コーアと佐藤、サイドハーフ右が中村、左松井、フォワード2トップ一味と三浦和義。第1試合はアウェーで1対1、後半のロスタイムに同点ゴールを決められた悔しい展開でしたが、
ホームで勝利し、サポーターと準決勝進出を喜びたいところどうでしょうか。そしてアウェー横浜 F マリノスのスターティングラインナップ、こちらはフォーメーション 4-2-3-1、 ゴールキーパーパクイルギュ、ディフェンス右から松原、伊藤、チアゴマルティンス、和田、ミドフィルターセンター2人、木田とジェディナク、ウィング右がマルコスジュニオール、左エリキ、トップ下にルイス・ヘンリケ、フォワード1トップに中川。前回は 4-4-2 のミラーゲームでしたが、今回は 4-2-3-1 とフォーメーションを変えてきたマリノス。2列目の破壊力抜群な外国人3人に期待が高まります。前半9分に横浜 FC フリーキックのチャンス、中村俊介の蹴ったボール、小林が倒れた。そして PK の判定。ペナルティエリア内での競り合いのところでファールがあり、横浜 FC が PK を獲得。そしてこの PK を蹴るのはレジェンド三浦和義、助走からシュート、決まった。キーパーにコースは読まれたもののきっちりと左隅、点の届かないところに決めて1対0、ホームでリードを奪います。前半22分、マリノスは左サイドから攻めます。和田のオーバーラップからエリア内へクロス、ルーズボールが松原に渡ったところでシュート、ここはキーパーセーブ。前半36分、横浜 FC は中盤の佐藤がライナー性のフィード、これ反応していた一味キーパーと1対1でシュート、ここはキーパーブロック、ゴールを許しません。前半43分、左サイド側でコーアが持ち、中盤経由して右サイドへ展開、これを松井がサイドギリギリで受けてタイミング見計らいクロスボールに、最後は一味、これはキーパー正面。エンド変わって後半5分、マリノスからボールを奪い前線へフィード、一味がワントラップでディフェンス剥がしてそのままドリブル突破、エリア内持ち込んでシュート、決まった。一味今日3度目のシュートチャンスできっちりとゴールを決めて2対0、マリノスから追加点を奪いリードを広げます。後半13分、反撃に出たいマリノスは中央木田から右サイドの松原へフィード、フリーで受けてクロスにエリキのヘッド、決まった。中央から幅を広く使った攻撃を見せたマリノスがエリキのヘッドでゴールを奪い2対1、横浜 FC のリードを縮めます。後半26分、マリノスは右サイドスローインから細かくパスをつないでいきます。水沼から松原、ヘンリケが受けてもう一度水沼、最後は木田のシュート、ここは枠を捉えられず。後半28分、マリノスキーパーからのロングフィード、このシンプルなボールに合わせたマルコスジュニオールシュート、ここは6ターンセーブ。後半31分、横浜 FC 武田からのフィード、これを一味落としてカズ、上がってきた古宿に預けてスルーパス走っていた一味がシュート、これをキーパーセーブ。後半37分、マリノスフリーキックのチャンス、水沼のクロスボール、ここは横浜 FC クリア、こぼれ球拾ったチアゴマルティンスがシュート、決まった。なんとチアゴマルティンスの強烈なシュートはゴール右上に一直線、これでマリノスが2対2の同点、アウェーゴールの差で逆転に成功します。そして試合終了、2試合の合計点は3対3のドローという結果に終わった横浜ダービーでしたが、アウェーゴールの差、最後のチアゴ・マルティンスのゴールが決勝点、横浜 F ・マリノスが準決勝進出を決めています。はい、というわけで横浜 FC 対横浜 F ・マリノスの決勝トーナメント、準々決勝第2試合、2対2の引き分けということで、アウェーゴールの差で横浜 F マリノスの勝利ということになりました。いやー、きつい。2点リードした時はね、本当に、あーこれ、準決勝いけたなーと思ったんですけど、まさかの58分エリキ、83分チアゴマルティンスということで、しかもチアゴマルティンスのゴールちゃんと俺ですら見えてないのに、こんなんハイライトでどうやって見せんねんって感じやねんな。いや、またね、一味がね、2試合連続でゴール決めてくれてたり、カズさんが PK でゴール決めてくれたりっていうのは嬉しかったんやけど、まあ、パクイルギュが強いね、本当に。1対1を結構止められたもんね。そう考えると、厳しい戦いやったって感じかな。これでね、もうカップ戦の方は終わっちゃったんで、あと天皇杯と J リーグが残ってるんで、どっちかでね、優勝したいね、本当に。まあ両方ともね、いい順位にいたり、まだ負けてないっていうのがあるんで、切り替えてやっていけたらなと思います。じゃあちょっと高い場の試合結果見ていきたいと思います。はい、高い場の試合結果です。湘南ベルマーレ対 FC 東京、3対1で湘南ベルマーレ、トータルスコア4対2で、準決勝進出を決めていますと。そしてベガルタ仙台対鹿島アントラーズは延長戦の末3対1で鹿島アントラーズの勝利。で、ヴィッセル神戸対清水エスワルスは3対1、トータルスコア4対3でヴィッセル神戸が準決勝進出。で、横浜 FC 対横浜 F マリノスは2対2、そしてトータルスコア3対3、アウェーゴールの結果、横浜 F マリノスが準決勝進出を決めました。ということで、まあどこのチームが優勝するかわかんないんですけど、湘南、鹿島、神戸、
横浜 F マリノス準決勝進出を決めたという試合結果でした。で、次のパートなんですけど、次は J1 リーグ3試合やっていきたいなと思っております。なのでサンフレッチェ広島戦と浦和レッズ戦、そして大分トリニータ戦、この3試合をお届けしたいと思っていますと。まあサンフレッチェ広島はね、今ここでも出てる通り現在リーグ順位1位ということで、だいぶね調子のいい相手となっております。で、まあ勝ち点差もそこまでないんで、ここ勝つか負けるか引き分けるか全然残りのシーズン変わってくると思うんで、ここは本当に天王山に近い戦いかなと思っております。で、まあ浦和レッズもね現在4位ということで上位に位置しているクラブ、ここもねほとんど勝ち点差ない、勝ち点差3差に4チームとかやったんで、浦和レッズ戦、サンフレッチェ広島戦、ここは鬼門かなと思っております。で、さらに大分トリニータ戦、大分はね16位と低迷してるものの、横浜 FC と対戦した時に大分トリニータ5連敗か6連敗、もうなんかリーグ戦全然勝ててないっていう状況の時に横浜 FC に対して3対0で勝ってきたクラブなんで、まあ気を抜けない戦いにはなりそうですね。なのでこの3試合ともね本当に強いチームたちとの戦いなのでね、なんとか勝利をもぎ取っていけたらなと思っております。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。